マサダ・マナブです。ニュース解説で毎週取り上げてます、ウクライナ情勢ですが、今回は8月8日ぐらいまでの間の数日間の動きを中心にお話をしたいと思います。まずですね、ロシア大統領府のベスコフ報道官がですね、ベスコフ報道官が8月8日に、このロシアが掌握したとしているウクライナ南部のヘルソン州とかですね、 南東部のザボリージャ、サボリージャ中でですね、ロシアへの返入の可否を問う住民投票を実施する動きがあるということにつきましてですね、これは住民が計画しているものだ。私たちが実施するのではないと述べて、ロシアが主導しているものではない。あくまで住民が主導しているというふうなことを主張しているということですね。 で、それに対して、ウクライナのゼレンスキー大統領は、この7日の日ですね、住民投票が実施されれば、ウクライナとの交渉の道は断たれるというふうに述べたんですが、これに対して、このベスコフ報道官はですね、ロシアに対して言っているのであれば、間違っている。ウクライナ側はなぜウクライナに住みたくないと思う人がこれほど多いのか、自国民に問いかけるべきだと述べて、ロシアへの批判は当たらないと強調したと。 いうことなんです、ね、で、実はあの、8年前のクリミアの2014年ですね、えー、このクリミアでの時に、ね、ロシアによるですね、軍事力を背景にですね、一方的に住民投票が行われてですね、えー、プーチン大統領はその結果を根拠に併合の政党を主張したことがあるという話もあります。えー、これに関連してゼレンスキー大統領はあ、えーえー、公開された動画でですね、 占領者が偽りの投票を行う道を進めれば、ウクライナや自由主義の国と交渉する可能性を自ら閉ざすことになると述べて、住民投票の実施に踏み切れば、いずれ、ロシアにとっても必要となるウクライナや欧米側との交渉の道は断たれるとして、ロシア側を牽制し,たしていたわけですね。えー、まあ、あの、この住民投票というのは、ロシアが普段使っている手、今まで使ったことのある手なんでしょうけれども、まあ、これをめぐって、両国でも応酬があるということなんですが、 もう一つあの、最近ある問題としてあの、原発ですね。ウクライナの原発。ウクライナの原子力発電公社エネルゴアトム。ここはですね、ロシア軍がウクライナの南東部にありますザボリージャ原子力発電所の周辺を8月6日に再攻撃してですね、使用済み核燃料の貯蔵施設近くが砲撃されたと発表しています。 ロシア軍が占拠するヨーロッパ最大の原発なんですね、このザボリージャ原発というのはですね、でここでその前にもです、ね、砲撃があって、ですねでウクライナとロシア双方が相手の攻撃だと主張し合っているという状況なんですね。で、この使用済み核燃料の貯蔵施設の近くに設置されたモニタリング装置の3つが損傷したと。で放射性物質の漏れなどは 即時に検知できなくなっている。モネなどが即時検知できなくなっているという発表になっています。で、一方、ロシア国営のタス通信はですね、ウクライナ側がザボリージャ原発を攻撃したと、ウクライナ、攻撃したのはウクライナ側だと主張し,、えー、しています。そういうロシアの見解を伝えて反論しているという状況です。えー、そして、国連のグテーレス事務総長がですね、 このロシアとウクライナのこういった戦闘がいつまでも止まない状況について、停戦は極めて困難だということを述べています。広島で行われた平和記念式典に出席するために日本を訪れていた国連のグテーレス事務総長が8月8日にですね、都内で記者会見を行ってこう述べています。領土を奪われている、奪われることを受け入れられないウクライナと、 占領した地域を併合するか独立させようとしているロシアとの間で歩み寄りは見られないと。停戦は極めて困難で戦争が長引くことを非常に心配していると、えー。ということですね。そしてまた当面は様々な人道支援に向けた仲介に当たり、当たって次回の打開に国連としては次回の、えーつ 事態の打開につなげたいという考えも示したということですね。それからあのもう一つのニュースはですね、このウクライナから穀物を積んだ貨物船が、えー、まあ、あのー、到着したと。これはあのー、いわゆるこの穀物を積んだ貨物を安全にこうこの 航行させるという合意が、まあ、トルコ、ウクライナ、ロシアの間でなされていたわけですが、トルコに駐在するウクライナのボドナル大使いう方が8月8日にですね、ウクライナからのトウモロコシ1万2千頭を乗せた貨物船がですね、トルコの西部のゴジャエリというところの港に入ったと発表しています。 あの、ま、あの、ウクライナではですね、ロシア軍による封鎖で、黒海に面する南部の港からのですね、農産物の輸出が滞っていたんですが、あの、7月にロシ、トルコと国連の仲介でロシアとウクライナが合意したわけですね。で、輸出が再開されているわけです。で、合意後ですね、ウクライナからの穀物を積んだ貨物船が国外に到着するのはこれが初めてということですね。まあ、この初めてというのがニュース性があるということでしょうね。うん それからですね、もう一つ、これは日本の話なんですが、あの、日本勢が権益を保有しているのが、例のサハリン1ですね、石油、天然ガスの開発プロジェクト。これをめぐって、プーチン大統領が8月5日に、非友好国と位置づける国の企業などに株式の売却などを禁止する大統領令に署名したということなんですね。で、これについて、萩生田経済産業大臣が、詳細は確認中だとした上で、権益を維持する、日本の権益を維持するという考えを改めて示しているというんですね。 プーチン大統領はこの8月5日に大統領に、例に署名して、まあロシアがアメリカ、日本を含めた非友好国と位置づける国の企業などにロシア企業の株式を売却することなどを年内まで禁止するという、そういう大統領令も出してます。で、対象は日本勢がこの権益を保有する、このサハニーワンも含まれるとしているんですが、 えー、萩生田経済産業大臣は、あ原油輸入の,のおよそ9割を日本は中東に依存すると。 この日本にとってサハリン1は貴重な中東以外の調達席であると述べていますその上で我々としては日本の基本方針のとおり権益を維持していくということで何ら状況に変更はないということでサハリン1の権益維持の考えを改めて示した、まあ、こういうことですね、えー、そしてですね先ほどのザポロジエ原発の話少し戻りますとこれはもう欧州最大級の原発施設なんですが発電所は引き続き稼働していてです、ね、放射能の漏れはけ 検出されていないなとで、えー、ザボロジエ原発とザボロジエ火力発電所を結ぶ330キロワットの高圧配電線が損傷しているそうでして、えー、原子炉1基を切り離すことを決定したということでこれはあのウクライナ側の発表です。一方ロシアの 戦領下にあります、ウクライナ南東部のエネルホダルというところの当局がですね、ウクライナ軍の砲撃によりザブロジエ原発の送電線が切断されたのだと発表していてですねで、原発の敷地内で火災が発生したと、原子炉の安全な稼働に必要な電力が遮断されたとしているということですね。 ま、この、ウクライナ側の説明とは違うということで、ま、あの、どうもロシア側はですね、7 5 0ットの開閉装置に電気を供給する日本の送電線が攻撃を受けて切断されたというふうなことを言っているそうですね。で、ロシア国防省は、ウクライナ軍がザポロジエ原発を砲撃したと否難してですね、ウクライナ軍の砲撃は石油燃料施設と酸素プラントに命中しなかったため、 大規模火災や放射能漏れは回避されたとしているということです。でゼレンスキー大統領はロシアに責任があるとしてですね、まあ、ロシアは公然と大胆なテロ行為を行ったと、ゼレンスキーは非難しています。で、他国に核の脅威を及ぼす国は核技術を安全に利用する能力を持ち合わせていないとしてですね、ロシアの原子力産業全体に対する制裁の導入を呼びかけたということです。 え、ウクライナ外務省によるとですね、稼働中の原発、原子炉を攻撃することで、原子爆弾の使用と同様の結果が引き起こされるというと。 そういう、ツイッターに投稿しているそうです、えーザ。ザポロジェ原発をですね、ウクライナ管理下に早急に戻すためですね、ロシアに圧力をかけるよう国際社会に呼びかけているということです。えー、まあこ、このううように欧州はついてるんですが、このウクライナ南東部の原発について IAEA、e、国際原子力機関、 グロッシー事務局長はですね、ウクライナに侵攻したロシア軍が占拠したこのザポロジア原発について完全に制御不能な状態だというふうに言っているということですね。このグロッシーさんはですね、非常に脆弱な状況にあると。原子力の安全に関するあらゆる原則が何らかの方法で破られ、それが続くことを我々は許すことができないと述べていると。 原発,に原発に送る視察団、これをできるだけ早急に規制しようとしているということなんですが、戦闘地域を訪問するリスクを考慮すると、国連の承認だけでなく、ウクライナ側とロシア側の同意も必要なんだと。ただ、ウクライナの原子力発電公社はですね、6月にですね、IAEA、e、の視察団が訪問すれば、原発におけるロシアの存在を正当化することになるとして、IAEA、e、を招かないとした、しているそうですね。 えー、このロシアが原発を核の盾と、核の盾として利用していると、えー、このアメリカのブリンケン、アメリカの国務長官も非難しています。えー、原発がらも恐ろしい事故が起きないよう、ウクライナ側は反撃できずにいるんだというふうに述べたということです。えー、さてですね、あの一方でこのこんなニュースもありまして、ロシアがスーダンから金を奪っていると、金というのはゴールドですね、ス、えー、ーダンのストのハルツームの 空港の滑走路に、ロシアの貨物機、そこにですね、積み荷目録にクッキーと記載されている箱がずらりと並んでいたそうなんですが、そこには、あの、スーダンで最も貴重な資源である金だそうで、ざっと見て、これはあの、スクープの記事の時の状況ですが、ざっと見て 1, 1トンあったということなんですけども、 この1年半の間に、アフリカ第3の貴金属産出国がスーダンなんですね、この1年半の間にロシアが金を密輸したというのはです、ね、分かっているだけでも16回あるということで、やはり西側からの制裁に対して、この戦争を支えるために、スーダンの富を略奪しているのではないかと。 で、これはもともとですね、このスーダンの軍の指導部とロシアが手を結んで、スーダンの国家機構を迂回して数十億ドル相当の金を持ち出して、まあ、本来は貧困国の歳入となるはずだった数億ドルを奪っているということが示唆されているという、そういう報道があります。えーまあ、あの全世界がロシアを包囲する中で、ロシアがスーダンの軍隊の方々と関係を結んでですね、 えー、で彼らが権力の座に居座れるよう力添えをし,し,しているということで、えーまあ、その軍事訓練、情報支援に始まって、スーダンの金の利益配分に至るまで多岐にわたっているということで、まああのーまあ、こういうことを仲介しているのは、ロシアの新興財閥のオリガルヒ、えー、プーチン大統領の重要な協力者である、えー、このブリ,ブリコチンさんという方ですね、うん、だと。 というふうな報道もあります。そしてですね、ロシアは、この経済面ではですね、外資系石油会社と銀行に年末までの事業撤退を禁止するという大統領令を出しています。プーチン大統領は、ロシア経済の主要セクターへの統制を強化しているということで、一部の外資系銀行やエネルギー企業にロシアからの事業撤退を禁じたと、禁じたと、対象企業には アメリカのエクソンモービルなんかも含まれているということで、その法令によりますと、このサハリン1に出資するエクソンなんかの外国企業は、ロシアの国家権益を保護する措置の一環として、年末まで持ち分を手放すことが認められないと、まあ、こういう介入もしてきているということなんですね。さて、こうやってですね、ロシアの状況、ロシアが最近やっていることを中心に述べてきましたが、 ここでちょっと取り上げてみたのが、トルコとロシアとの関係なんですね。この実力優先して、あの、より緊密な関係を両国が結びつつあるということで、トルコのエルドアン大統領は、8月5日に、ロシア南部のソチを訪れて、プーチン大統領と会談しています。エネルギー分野をはじめとする経済協力などを協議したと。ロシアの企業がトルコを拠点化するということなどですね。 この両、このエルドアンとプーチンの両者は実利優先で関係を深めているという報道があります。エルドアン氏はですね、このロシアの原子力企業のロスアトムが手掛けているトルコ初のアックユ原発ということに触れてアックユの問題を前進させ計画に遅延がないようにするなどと述べたそうでして、で、このトルコはですね、NATO 加盟国でありながらですね、対ロシア制裁には参加していませんで、独自の関係を築いています。 えー、欧米の制裁で価格が割引されたロシア産原油の輸入をトルコは増やしていましてこの46月はです、ね、前年同期に比べて3倍になっていると、えー、7月の首脳会談ではエネルギー貿易の決済通貨にトルコリラを活用する案も議論したということでしてこのトルコリラといえばです、ね、このトルコの金融危機というのはもう前から起こっていましてです、ね、この1年前の半年以下に え、タイドルで下落しているということで、不安定な値動きがついているんですが、え、ロシアに支払われたリラ、これをロシアはトルコからの輸入代金に使うということで、いわゆる国際金融の世界でこうやっていけなくなったトルコ、ロシアは自らこの決済通貨に使ってですね、そしてお互いの貿易に使うということで、まあこういう形で、この一つの経済圏がですね、また着々とこのロシアとの間で作っている国が出てきているということですね。 で、このロ、あの、先ほどもちょっと触れたように、ウクライナ、ロシアの双方とパイプを持つトルコ、これは国連とともにですね、この貨物船が黒海を通るための回廊設置を仲介した国なんですね。で、独自の存在感を発揮しているので、このトルコがロシアに接近していることをめぐって、欧米から表だった批判は出ていないそうです。えー、ただあのー、この両国の経済関係の強化はですね、 このロシアへの制裁包囲網作りの大きな抜け穴となりかねません。えー、なりかねないとでロシ。トルコは2019年にロシアの地対空ミサイル S400 を導入していますし、えー、欧米とトルコとの間の不信や溝が年々深まっているということで、まあ、NATO 加盟問題をめぐって先般は、えー、トルコの EU 加盟に好意的だった欧米北欧との関係も冷えていると。 ということなんですね。これは以前にもお伝えしたとおりですね。で独自路線を歩んでいる国が、このユーラシアに次々と出ているという状況についても、我々は注視していかなければいけないかと思います、えー。先ほど日本のことでサハリン2のことですが、このサハリン2の参画の検討を、えー、萩生田経済産業大臣は、商社に要請をしています。えー、ただあの、一方でですね、新会社への参画に関して、追加の財政負担や増収を求める話は、今の段階では、 承知していないというふうに述べていまして、経済産業大臣がですね、想定を超えるような負担や条件が出てきた場合は、官民で一緒に考えてい,いけないといけないとしてですね、まあ、この日本は日本で、まあ、あの、えー、この、あれですよね、あの、自国の、国益のことを考えればですね、 サハリン2というものの権益、これは維持せざるを得ないということになるわけですしですね。あの、で、今回の、まあ、ウクライナは紛争に関して言えば、日本は、とにかく、バイデンに言われたとおりに岸田さんは G7 でやるままに、まあ、経済制裁に走ったんですが、ロシアとの関係を悪化させていることをどう考えるのかということについてもですね、これそろそろ真剣に考えなければいけないかなと。まあ、後にもちょっと触れたいと思います。 えー、そしてもう一つのニュースは、ロシアのガルージン、駐、えー、日大使が8、8月6日の広島原爆の日を目前に控えた8月4日にですね、えー、この、えー、広島のですね、平和記念公園を訪れて、原爆死没者慰霊碑に献花をしたということ、えー。なぜ突然広島に行ったのかということで、いろいろ憶測が出ています。 えー、広島市側はですね、ロシアのウクライナへの侵攻を理由に、8月6日の平和支援記念式典へのロシア代表の招待を見送っていたわけですね。で、ガルージン大使はですね、同行したロシア大使館員らと一緒に、慰霊碑に向かって整列して、大きな花籠を捧げた後ですね、深々と一礼したということです。で、訪問の目的について、ガルージンさんは流暢な日本語でこう言ったということで、 1945年8月6日、アメリカが行った原爆投下という戦争犯罪の犠牲者の方々が、 言葉で言い尽くせないほどの痛み、悩み、苦しみを感じられたことを、私がこの広島平和公園で記念碑に喧嘩します際に改めて痛感いたしました。そして本日こちらにお邪魔させていただきましたのは、まず犠牲者の方々のご冥福をお祈りし、遺族の方々に哀悼の意を表し、被爆者の方々のご健康をお祈りするためです。そしてロシアが核兵器の削減、最終的な廃絶のために行っている積極的な努力について説明するためでもありますと。 え、おっしゃったそうです。で、ガルージンさんは、あその後ですね、えー、広島市内のホテルで、ロシア大使館と民族派団体一水会というところが共催している、えー、円卓会議であります、軍備管理と核軍縮の現状と見通しにも参加していると。 いうことで、どうも、広島市が招待をすることを見送ったことによって、ご自身もかつて参加してきた原爆犠牲者追悼の機会を奪われたと考えて、自らのアイデアでスケジュールを調整して広島法を決めたということなんでですが、まあ、ガルージンさんが何度も口にしたのはですね、ヨーロッパやアメリカや日本の政府もマスコミも 事実無根の騒ぎを起こしている。事実を歪曲しているという言葉だったそうです。えそしてですね、えガルージン大使はですね、こんなことも言ったそうで、ウクライナ侵攻に関しては、核兵器を使用する考えは全くない。使用はあり得ないと。えロシアが核兵器を使うのは大量破壊兵器の使用を伴う侵略を受けたときか、国の存立が危機に瀕している通常兵器での侵略を受けた場合のみだと説明して、ウクライナへの 特別軍事今回の特別軍事作戦はこの二つのケースに全く当てはまらないとおっしゃったそうです。広島市が式典に招待しなかったことは、ロシアが核軍縮に向けたリーダーであることを全く無視した決定だったと批判したそうです。 またあの核軍縮に関する条約の体制をアメリカが残念ながら壊してしまった。つまりロシアこそ核軍縮のプロセスのリーダーであると言っても過言ではないとも述べたそうです。またウクライナ侵攻の正当性についても主張しておりまして、ロシアがやっている特別軍事作戦はウクライナ政権が8年間やっているジェノサイド、いわゆる集団殺害を止めるため、 であると。戦争の責任を負うべきは、自国を戦争に陥れたゼレンスキー政権を負うべきだと、こう主張したということです。まあ、あの、この国際社会の兵、えー、に対してですね、 この、ま、あるいは日本の世論に対してですね、この、ロシアの立場というのを主張するために、あえて訪れて、いろんなメッセージを出したと思われます。がですね、えここ、ね、この、先ほどあったように、この、原爆を落としたことはアメリカの戦争犯罪ということを明確に言ってですね、で、現在の状況をもたらしているのはアメリカ側であると。 いうことをですね、そしてロシアが侵攻したのはですね、この自国民といいますかですね、ロシア系住民に対するジェノサイドを止めるためなんだということを言って、ロシアの立場を改めて発信したんだろうというふうに思います。まあ、あのこのチャンネルでも時々申し上げているようにですね、我々はこのアメリカ系のメディアからの一方的な情報しか入ってきてないと。 戦争というのはプロパガンダ戦なんでですね。ですから、このロシア側の主張というものをですね、これを無限にですね、あの、これを否定することなく、両方よく聞きながら、あるいは第三国のからも情報を取りながらですね、これは日本の国益に関わる問題なんで、今回のウクライナをどう捉えるかですね、そういう態度は必要ではないかということで、あえてガルジン大使のメッセージも紹介いたしました。そして最後にですね、ちょっとあの、ここでご紹介したいのは、 参政党がですね、この国政に進出いたしまして、早速仕事をいたしました。8月3日から5日までの3日間の臨時国会の会期中に5本の質問収書を提出いたしました。この質問収書というのはですね、この政府内閣に対して見解を求めるものなんですが、その見解というのは閣議決定されますので、当然その後の政府の縛ることになります。 で、通常ですね、国会議員の活動というのは、委員会や本会議での質疑,質疑に立つことであるということが多いんですが、言われていますけれども、ただ、あの、賛成とは一議席しか取ってませんので、そうなりますと質問の機会が極めて限られてしまうんですね。えー、そこでですね、あの、この質問主意書をたくさん出すということを通じて、この有権者からの付託に答えていくというのは、重要な党としての活動の、国会活動の柱になるもので、早速5本出したと。 で、その多くは、あの、国の守りとか、あるいは、あの、例のコロナの問題、お注射の問題なんで、まあ、ずっと賛成とか主張してきたことのについて、えー、とりあえず5本出したんですけれども、その中の一つが、えー、こういうものを出したんですが、ウクライナへの我が国の防衛装備品の供与ならびに、えー、穀物輸出等に関わる支援に関する質問集書ということですね。で、簡単にちょっとご紹介しますと、 ロシア・ウクライナ問題の早期解決が日本を含む世界全体の食料確保などの安全保障に大きく影響すると。そのため、正確かつ迅速な対応が必要であると。そこでこの運送の早期解決のために、我が国がどう対応するか、穀物と輸出を再開したウクライナへの輸送や、穀物貯蔵,貯蔵などに関してどのように支援し,しようとしているのかについて質問するということですね。 あのウクライナへの防衛装備品の海外移転がどのように我が国の安全保障にしていることになるのかを示されたいというのが一つなんですが、あとですね、こういうこともその中に入ってまして、この質問集書の中に入ってまして、ちょっと読み上げてみますと、欧州各国は原油価格の上昇などを背景にロシア産原油の金融措置を緩和し始めたことから、 日本もロシアとの関係について国内への影響についての考慮を含めて慎重に検討する必要があると考えられる。しかし、日本のウクライナ支援を機にロシアとの関係は悪化し、日露平和条約締結に向けた交渉の中断をロシア側から表証明されてしまい、安全保障対話の継続も懸念,され懸念されるなどの事態となっている。ウクライナに対する防衛装備品移転による支援とともにですね、米英や EU 主要国と足並みを揃えての対ロシア経済制裁強化を図ることが、この間築き上げた日ロ関係を具体的にどう阻害するかについて、具体的な検討はされたのか、今後日ロ関係をどのようにしていくのか、戦略的な見通しを示されたいと、こういうふうに述べています。まあ、あの、とにかく、G7 のバイデンのあれに乗ってですね、拳を振り上げているのはいいんだけど我が国の国益、あるいはロシアとの関係って重要な国益でもあるんですね、これは。これはどう考えているのかと。 いうことを国会の中でこう、国会から政府に対してこう言ってるということであります。またあの、こういうことも書いてます。もしロシア・ウクライナ戦争が長期化すれば、この2カ国の生産や輸出などの経済活動に影響が出てですね、国際的な穀物市場において、 この2カ国で市場供給の合計4約4割という大きなシェアを持つ2国からの食料を輸入している国々の方がです、ね、著しい困難に直面することになると。併せて市場価格の動向によっては食料自給率の低い日本にも大きな影響が及ぶことが懸念される。この世界的食料危機につながる事態をどのように認識し、解決方向をどのように考えているのか政府の見解を示したいということも出しています。 えー、そしてですね、もうすぐ秋の収穫期を迎えるウクライナには、まだ約2000万トンの穀物が倉庫などに残ったままの状態であり、えー、今期の収穫分である1000万から1500万トンほどの穀物を保管する新たな場所が必要になると予測されている。日本としてもこうした現状に対処するため、穀物貯蔵や輸送などに関して支援すべきと考えるがどうか。 具体的にどのような支援が可能か、また会場への積み出し輸送時、国会の、えー、公安周辺、沿岸部に付設された機雷が安全上問題とされていると。技術面、費用面での解決がまとめられていると聞くが、機雷総会に関する支援について我が国には実績がある。この面での支援について穀物輸出再開で合意した国連、トルコ、ウクライナ、ロシアに対して申し出て実施することは考えられないのかと。現状での政府の見解を示しされたいと。まあ以上ですね。 ま、このようにですね、あの、とにかく、日本の国益と、世界の食料といったもののですね、この、食料安全保障とか、そういうことについて、日本はどこまできちっと対応して、戦略的な見通しを持っているのか、ということは、これは忘れてはならない論点である、ということで、ま、あの、早速、サンセットの方から問題提起をしているということで、ご報告させていただきたいと思います。ま、あの、 このウクライナに関するニュース解説もですね、やはり日本の国益ということをどう考えるのかというのは、今までもそういう立場を踏まえて解説をしてまいりましたけれども、これからよりその観点が重要になってくると思いますので、この日本の国益、まあ先ほどトルコの例もちょっと申し上げましたが、インドもそうですし、いろんな国々が やはり国益優先ということを第一に考えているということなので、え、まあ我々としては、え、この、そろそろですね、冷静にこの事態を認識して、まあ次への備えをしていかなければいけないだろうというふうに考えております。え、まあ引き続き、ウクライナ情勢取り上げてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。